疲れ様です。お話って何でしょう？もしかして私に依頼が来てるんですか？あら、準備はバッチリです。私満点の笑顔で頑張ります。そうなんですか？それじゃあ私はあなたが頑張れるように応援をいっぱい頑張ります。ところで、頑張るって何をするんでしょう？私の誕生日のお祝い？わあ、ありがとうございます。今日のために準備してくれたんですね。嬉しいです。私これからも精一杯頑張ります。アイドルとしても